で今連続でとあの玉消しすることによっ あのボーナスが発生してるって言ったんです。言う前にちょうどなくなりました。失敗してこれね、あまた打ち見せした、やばいな。そうセンターの方ばらつきあるからかなり問題あるのですね今。ああ失敗した。まあでも一個ずれとかあったらまだいいんですよ。その色が近接してたら一応それはまだあのなんか後であのチェーンコンポかなんかにつなげられる可能性はなきにしもあらずというところなんでね。でも何の関係もないところに、ああよかった、これはかなり今の、ああまた失敗した、やばいな、かなりまずい。しかし収録している以上生き残る。全然良くないな巡りが。運がいいっていう、なんか麻雀で言うならハイパイがいいっていう状況の時はもうスラスラ行くんですけど、最初からそれでもまあ案外なんだろう、ドラが乗ってるって感じ。さっきからアイテムがかなりいい感じですね。やべ、またずれてる画面が。くっそ、村さんいつもは悪いけどドラは乗ってますよみたいな。あやー、向こう側の紫狙ったつもりなのに手前に着弾してしまった。ギリですね今、非常に全然黄色がいいタイミングで来ないせいでチェーンコンポはついぞ狙えなかった。本当にさっきからいいタイミングで来ないな。ここでこのステージはこんな苦戦したの初めてですよマジで。あ終わった、あと緑が出てくるの待つだけだ。今弾が遅くするアイテム取った後でこれだから逆に時間を考える上では最悪ですね。ようやくズレを直すことができる。まあ一応もちろん携帯ゲームだからどこでもポーズかけれるんですけどね、ちょっと臨場感みたいなのが出たんじゃないですか逆に。僕はこれねラジオとか聞きながら、好きなウェブラジオをここにあの入れといたやつを聞きながら、あーやべ今ミスった、迅速に打たないといけないんですよね取るときはコインを。これはまあハイパイはいいですよね、かなりバラつきはなくて非常に取りやすくなってる。さっきみたいなカオスではない、さっきは結構ひどかったかな、自分でひどくした印象もあるんですけどね。ミスってつながりが相当いいですねやっぱ これはやっぱハイパイがいいと言わざるを得ない。そう2個以上の続きがやっぱ多いのは多いってのは運がいい状態ですね。でまあでも今緑が来るとか今すぐに緑が来るってのが運がいい状態ですね。ツモハイがでも来ない、来たらあの赤が来てほしいのに灰色が来るあたりとか紫が来るあたりの運がはあんま運がいい、ツモハイが良くないで今更緑来てもなんか難しいっていうね。で赤が本当に引いてこない、
そう、緑欲しかったのほら今1個チェーンコンボ決めれる場所を崩したで赤をここに打ち込んでおきたかったっていうのが、ね、緑はもうちょっと早く欲しかった。赤今更もう赤全然出なかったくせに今頃来やがる。本当にね消したいのに全然来ない。そう今も青欲しいの全然来ない。そうチェーンコンパは決めれない色しか来ない。ミスった。しかもまあ今あんだけねつながりがいいとあの引いてくる牌は良くないですけど、あこれはまだ微妙だな。あーそうか、うわ最悪、めちゃくちゃ仕事増やした今の一打だけで。相変わらずツモが悪いな。青かよここでっていう。そうもう消せる青がない。で色がね向こう分かりにくいんですよね。これ感じていただけるかはちょっと分からないんですけど、向こう側にある色が掴みにくい。あ今ちょっとツモハイがかなり、まあ、どんな色が来てもあの チェーン決めれる状態に環境を作っておくのも一つのテクニックなんですけどね。赤取れないな。あの遠距離になるところに紫、左側のね、左側にあるあそこに決めれたらいいんですけどね。まあ、上級レベルでハイパー良かったり、いつもハイ良かったりってことは、まあ、あんまりまあ、ないかな。でもまあ依然赤を置く場所はないっていう。ああもうようやく赤か、これで赤が全滅したっぽいな。だからもう赤は出てこないですよハイパイに。でこうやって進行を遅らせたいね、今みたいなテクニックで。まばらだな全部。青が1個だけ残ってる状態とか。これで青はもう出てこない、絶滅。この黄色のばらつき具合とか最後に残るんだろうな。